二位関駅は、岐阜県関市坂江町一丁目にあった、名鉄美野町線の駅である。美濃町線の廃止に伴い、2005年4月1日をもって廃駅となった。1911年に美濃町線が美濃電気軌道の路線として開通したのに合わせて開設された。開業時の駅名は、関駅であったが、その後、大正時代に入ると、美濃関駅。 新美野関駅と相次いで解消され、新関駅に変更されたのは対象末期の1924年頃である。しかし当時の故障は新関駅であり、濁らず新関駅と呼ぶようになったのは1990年のことであった。美濃朝鮮の路線は2005年の廃止時こそ隣の関駅までだったものの、電車は当駅を経つとほぼ90度カーブし、 終着の美濃駅に向かって北に進路をとっていた。しかし、この美濃駅までの区間は路線の末端で関山線区であったことから1999年に美濃朝鮮の他の区間に先立ち廃止される。東駅と関駅を結ぶ区間はこの廃止と同日に開通したもので、美濃朝鮮で美濃市方面へ通じることができなくなった代わりに関駅から長良川。 鉄道越指南線に乗り換えることでその目的に応えようとするものであった。ただ、前述の通り美濃町線は2005年4月1日をもって全線が廃線となり、当駅も廃止された。関駅までの区間は開通からわずか6年での廃止であった。相対式2面2線のホームを持つ友人駅。夜間大白も設定されていた。 美濃駅方面の路線が存在した頃は、美濃駅方面に向かって、左側の一番線に新岐阜駅行き、右側の二番線に美濃駅行きの列車が発着した。それぞれのホーム同士は、校内踏切で連絡する。駅舎は1958年に改築されている。駅本屋は二番線側に置かれていたが、一番線側からも校内に出入りすることができた。 廃駅後のバスターミナルの様子廃駅後も駅前は、岐阜バスのバスターミナルとして機能していたが、栄町一丁目バス停は、本町通り沿いに、バスターミナルとその向かいにあった、岐阜バスの関旅行センターは、関駅前に移転した。合わせて、旧駅舎とバスターミナル向かいにあった、岐阜バスの関旅行センターの建物は2015年4月までに、解体され、 跡地には現在分譲住宅が数軒建っている。名古屋鉄道美野町線に待機。新関駅関駅美野町線、新関駅下内駅 AB 名古屋鉄道広報、宣伝部、名古屋鉄道100年市名古屋鉄道、1994年、651から653ページ。岐阜のちん電車岐阜市内線と美野町、伊び、谷組線の85年郷土出版社。 1997年、116ページ。ISBN4 から876700974。ABC 名古屋鉄道広報宣伝部、名古屋鉄道百年史名古屋鉄道。1994年、745ページ。ABCD 川島慶造、全国鉄道事情大研究名古屋北部、岐阜編1、創始者。1997年。 184から185ページ。ISBN4 から794207964。ABCDEFG、岐阜のちんちん、電車岐阜市内線と美濃町、いび、谷組線の85年郷土出版社。1997年、220から230ページ。ISBN4 から876700974。87 AB 今尾啓介。 日本鉄道旅行地図帳7東海新庁舎2008年51から52ページ ISBN 978から4から10から79万25から8宮脇俊造原田勝正東京横浜千葉名古屋の私鉄小学館1993年209ページ ISBN 978から40億9395万4112ありがとうございます。